あーもう疲れた逃げる、えー、僕がよくやるパターンですねもうあのできないことはもうやめるんです、ね、疲れるからあのよくね逃げるな、ね、逃げてはいけないとか言うんですけど <laughs> いいんですよこれぐらいねあのできないことをやり続けるのはあのすごくこうストレスです、ね、そしてあの意味がないだから一回ちょっとブレイク 一回ちょっと休んでまたチャレンジ、ね。これが僕のスタイルですからね。ちょっとできなくなったらもうやめます。だけど必ず戻ってくる。ね、逃げたままではいけないですけどね。逃げたままはいけないけど、あの、戻ってくればいいです。今日も頑張りましょう。というわけで、骨粗鬆症をやりましたね、前回。骨粗鬆症というのは骨が弱くなる病気のこと。特に女性に多い。 らしいでろいろな理由からね骨粗しょう症気をつけてください、えー、次は、えー、言いにくい言葉ですね日本語の発音しにくい言葉火星探査機これは僕は大丈夫かな火星探査機火星探査機というのは火星、うん、マーズですね火星を探査探査というのは調査と同じですね、うん、調べることそれをするマシーンのこと火星探査機 例えば、えー、日,本日本の火星探査機がただいま火星に到着しましたみたいなね、はあ言いにくい、えー、次生活,必需生活必需品あ大丈夫です、はい、生活必需品というのは生活に必ず必要なもの,あのエッセンシャルなものたち例えば トトイレットペーパーパとか<ん>生活必需品生活必需品必需品大丈夫な大丈夫大丈夫次え卒業証書重要。<laughs> 言いにくいな卒業証書授与これはあのー、卒業式というのがありますねあの前回僕はあのちょっと前に話しました子供の卒園式 えー、子どもがあの学校が終わる時ですねそういう時にあのセレモニーがありますそこで卒業証書これがあのサーティフィケーションみたいなものなんですけどフォーマルですよね卒業証書これをあげるということですで卒業証書授与それでは皆様これから卒業生に、えー、卒業証書授与 を行いますみたいなそういう感じかな。なうんえー、卒業証書授与で次、えー、来場者数これも大丈夫かな。来場者数来言えない来場者数来場者数,来場者,数来場者というのは何かイベントに来た人のことですね。でその数、えー、例えばフジロック フジ,ロックフジロックコンサートの来場者数は、えー、3万人でしたみたいなねでしかもそのトータルの来場者数のことを総来場者数というね総来場者数フジロックコンサートのフジロックフェスティバルの総来場者数は5万人でしたみたいなねはあ疲れる <laughs> 思ったよりこれ疲れるな 口が口が動かなくなってくるえー、っと次はですね思ったよりストレスですねこれね、はあ、ええー、取捨選択これあの前僕やりましたね取捨選択取捨選択えー、っとプライオリティのことです、えー、何かを取ることは何かを捨てなければいけない それを決めなければいけないそういうコンセプトこれを取捨選択と言います取捨選択は大事ですね例えばじゃあえー、っと新しい何か始める、えー、例えば何にしましょうかまあ例えば野球をしたいサッカーもしたいテニスもしたいスキーもしたいサーフィンもしたいまあまあいいですよいいけど それを全全部部すると全部がまあまああしか上手くならならいでしょうね。でもやっぱり毎日毎日毎日僕はサッカーをしたい、ね、そういう人はやっぱり取捨選択をして、えー、選んで,で野球はもうしないとかねそういうふうに決めないとほとんどの場合あのまあまあ2つぐらいはいいけど、ね、でもたくさんありすぎるとねやっぱりあの集,中集中できないから取捨選択が必要です。 というふうふに使います、えー、次はえー、っと勝者短いですけどちょっと言いにくいですね勝者ウィナーのこと勝者と言います勝者はてっ君みたいね勝者短くてもこの指し指しすせそしゃしゃとか さしすせ、そと、この、しゃ、しゅ、しょ。これが一緒になると、ちょっと、言いにくいですよね。勝者。走者っていうと、走る人になってしまいます。ね。走る人の走者。第一走者。勝者は第一走者の、みたいな。<laughs> ええー、疲れる。初出場。 これ初めてその大会とかイベントに出た人のことを初出場と言います。勝者は、勝者は第一勝第一走者の初出場の選手です。<laughs> まままあまあまあこの辺で <laughs>、このポッドキャストシリーズはちょっと長く言えないですね。長くできない。10分以上話せない。口がめちゃめちゃ疲れます。はい、というわけで、次回、続きをやりたいと思います。それではまた皆さん、ちょうちょ、明日のレゴ、またね、またね。またね。